マチャプチャレは、ネパールの中北部のアンナプルナ山系にある山である。この山は、特に神聖な山として、地元住民によって数形されており、ネパール政府により登山が禁止されている。一度だけ山頂付近まで登られたことがあるが、山頂には足が踏み入れられておらず、未登峰となっている。マチャプチャレはネパール語で、魚の尾の意味であり、 これを英訳したフィッシュテール山という別名がある。ネパール語のラテン文字転写により、マシャップヤシェア、マシャップヤッチチャー、マシャップヤッチャーと様々な表記がある。ポカラより見たマチャプチャレ山麓より見たマチャプチャレマチャプチャレはアンナプルナ山系の主脈から南に伸びる長い主脈の端にある。この主脈はアンナプルナ保区の東の境界となっている。アンナプルナ保区は 人気のあるトレッキング地であり、また、アンナプルナの南面からの登山や、その他の山へ登山する際のベースキャンプが置かれる。山頂はこの地域の中心都市であるポカラから北に、約2 5トルの位置にある。マチャプチャレは山域の南に位置し、アンナプルナ山系の南側が低地であることもあって、急峻な斜面を持つ。印象的なプロファイルを持つこともあり、近隣の山よりは、 高度が低いにもかかわらず、特徴的な山頂である。二つの山頂が並んでいる様子が魚の王に似ており、ネパール語で、魚の王を意味するマチャプチャレの名前で呼ばれる。また、ネパールのマッターホルンの愛称でも呼ばれる。マチャプチャレへの登頂は、過去に一度もないと考えられている。唯一記録にある登山は、1957年、隊員のウィルフリット・ノイスと ADM ・コックスは、 北梁を経由して山頂からの距離にして150メートル、標高6947メートルの地点まで到達した。しかし、登山隊はネパール国王に対し頂上には足を踏み入れないと約束していたため山頂までは到達していない。この登山を最後にマチャプチャレーの登山の許可は出されていない。この山は神聖な山とされているが、どの神に対して、 どのような形で申請とされているのかは不明確である。1980年代にニュージーランドの登山カビルデンツが許可を得ずに入山し登頂に成功したという報道がある。ありがとうございます。